Meow.
アライグマの駆除漫画とは珍しい。
から害獣駆除を啓発したかった。いきなり質問して悪かった。気になった疑問は解消したい。それで会長、今夜は階段の現地に行ってみる日よね。ああ、今宵の会は黒髪さんで。数年前に結構ネットで話題になった会は復讐を代行してくれる。人間は黒髪様の儀式を口外してはいけないらしいぜ。口外すると客の自分の運気が下がるのか。ね、ゴルゴだって依頼者が秘密を漏らしたら撃つからね。バキュン。黒髪様を目撃した人間が善良の人間ならその人に幸福を与える。悪人ならば最悪をもたらすとも。だからみんなで調べに行けるんだぞ。サークル彼岸の目的は怪異を調べることだけど、直接現地に赴く場合ヤバい怪異の噂は近づかないのが目的。俺個人なら別に、みんなまで命の危険にはさらせない。全国で1年につき10万人近くいる行方不明者の多くは怪異による被害者だった。君は4つの差じゃないか。寂しいな。もっと仲良くなろうぜ。初恋の人とかいいやっこしようぜ。この周囲で全身黒髪に覆われた不思議なものを見たって情報がサークルにいくつか載せられたのさ。俺的に容姿を推測するとどうも怪異の黒髪様っぽくてな。黒髪様の行動時間は午前2時頃と呼ばれている。だからこの時間帯に来たのよ。会長は怪異研究者、怪異ハンターとしてホームページを運営しているからね。ここへ寄せられる階段の数とかすごいのよ。何も起こってないけどすでに結構怖いよね。幼い頃に数回それらしいのに遭遇した。おかげでこんな風に怪異の謎を追いかける男に育ってしまったのだ。俺もまた怪異の被害者ならさ。見てみろあの廃墟、これはそそで怪しさがすごい。マジでこの怪異の状態
サリーって頼りないわね。まあなんとかするけど。やはり誰も住んではいないようだ。となれば。お邪魔します、朝日奈です。
逃げたら殺すぞ。私の片耳をくれてやったんだ。声が聞こえるだろ、小僧。片目もそろそろ馴染んでくる頃だ。私は黒髪さ。お前には何か見えたり聞こえたりするんだな。目には何か妙なものと音しか。我がありようを説明することを許す。そうすることで見えるものもいるからな。この真っ白か、そんなものに行く必要ないぞ、小僧。気は失ったようだが、この真っ白なら、顔を少しすりむいた程度だろうよ。ひき
明されなくても私にははっきり見えているわ。それはお前が人間ではないからだ、マシロ。先祖に怪異の血が入っているのだ。だから人間より強いし、見えないものが見えたりする。私が軽く攻撃したところで気を失う程度で済むわけだ。にしても妖怪の血が混ざった人間。私が怪異？そんな嘘。声も聞こえてきた。いいぞ、お前たちを狙って正解だったな。もう一度名乗ってやろう。私は黒髪様、復讐を行っていた存在だ。行っていた。昔から私は復讐の代行者として闇で蠢いている。その積もり積もった負の力、怪異としての私の力はとても大きなものとなった。これは階段が変化したパターンだ。昔はこんな妖怪じゃなかったのにっていうあれだ。だが復讐されることを恐れた者が手を打ち、私をこの地に封じ、私はこの結界を中から破壊して自由になる。私は復讐する存在だから、復讐する。私には今力が足りない。だから力を蓄えることにした。くっ、お前たちはこの地を離れることができない私の代わりに怪異を倒して部位を食材として持ってくるのだ。言うなれば食、もちろん断るのを殺す、逃げても殺す、私の気分を害しても殺す。その呪いはかけておいた。次、勝手に喋ったら殺す。絵はある。そのために私の体、私の片目で見えないもの、私の片耳で見えないものを聞いて、ありがたい黒神様の手だ。その状態で殴ればどんな怪異も大抵倒せるだろう。ただ力は大量に消費する。連発はできぬぞ。使いどころはよく考えるのだな、小僧。そして小僧自身、私の体を移植したことによって並大抵の傷では死なんし、回復も早くなっている。ま、丈夫になっただけで死ぬ時は死ぬがな。怪異との遭遇も今までと違ってたやすくなるだろう。私との接触によって
こちら側に足を踏み入れたのだから。では私の定めた期日までに退位をかけ、お前の体には容器が染み込んでいる。餌として怪異に狙われやすくなっているから遭遇は難しくあるまい。当日になれば呼び出す。そしてこの場で倒した怪異を私が食う。持ってきた怪異が少なければ食料調達係として役立たずということでも殺す。せいぜい励むことだな。そこの女の力があれば弱い怪異ならば倒せるかもしれない。そこの男は知恵がありそうだ。人間が好きな言葉で言えば力を合わせて頑張るのだ。念を押しておく。逃げるのだ。死ぬぞ。発言。そこまでの運びになれば萌えた腕や目は耳も返してやるし、生かしてやる。この黒髪様を信じるがいい。怪異はやはりはっきりと実在したんだ。行方不明者数の多くが怪異による被害者。これからどうする？いつか私たちあいつに殺されるよ。あの地に封じられた時、本人自身が見えたからな。封じ込める手段はあるってことだ。それに意思疎通ができたら話し合って解決も可能かもしれない。絶対無理でしょ。女性の怪異だからな。惚れてもらえれば案外助けてもらう。マジックな階段だってあるにはあるんだ。タイムリミットは結界が解かれる。それまで黒髪様をどうにかする。どうまで、お前は怪異と戦う合間に打倒黒髪様への告知をつけるんだ。当然俺もいろいろ知らない。怪獣アライグマに対する怒りと同じ考えだ。俺も協力する。昨晩はビビったけど、もうあんな無様はさらさない。私だってやるわ。というか協力しないとうちの命がやばいし。そこら辺は理解がある。むし
とどんな怪異の血が混ざってるか興味があるね。ありがとう。混ざってる怪異の血か、多分美人の雪女系とかなんでしょうね。奪い返せるかな。どうしたの？何かいた？私もうっすらわかる。というか、わかるようになっちゃった。黒神様の片目による影響だろう。見えないものが見えるようになったんだ。こちらがはっきりとあちらを見れば、あちらもまたこちらを見てくる。怪異が身近になってしまったんだ。どうまで腕や目に痛みはないか？だって見た目はいつものモヘっとしたローマルまんまだもん。医者に見せても異常なしって言われそうね。サークルに届いた怪談体験メールをチェックしてみる。怪異にまつわる情報が載っているから、報道に参考にするんだ。いいか、サークルのメールを見る基本だぜ。あと怪異と戦うには情報も重要だ。情報を収集するのに肩書きが必要だ。ほら、一応俺は怪異ハンターって肩書きだから、君も同じ怪異ハンターということにしているぜ。まあ漫画家の肩書きでもいけるとは思うけど。
おじいさん消えたわよね。どういうこと？おじいさんはおかしな屋敷にいる間に人間をやめちゃったってこと？その破壊する？